2024年1月17日水曜日、6時23分、気温マイナス3度、冷え込みました。今日はこれから、お山で熊鷹狙いです。狙いはですね、もみの木に入っての営巣準備なんですが、今日やってくれればいいんですけども、どうなるか分かりません。頑張ります。あ、やっぱりさっき見て消えたのが雑巾とこね、これいたんだね。やっぱりさっきあ、ね、腹見えてて、僕らから動いたんだろ。うん、頭の上でルリビタキが鳴いてます。あの、いつもいらっしゃる、あっちはでも下はお、なんかキョロキョロしてるね。もう一話待ちかな。南側に飛んでるか、南稜側でもしかしたらなんか飛んでるかな。あ、来たよ、ほら上。あ、やっぱり飛んできたか。それ見てたんだね。どこに行く、もう一羽。あれも止まるか。あ、止まったね。左の上に止まったね。あ、もう一羽ね。あ、これだね、背中向けてるやつね。いや、ここにね来て、どうするかね。どっちが先動くか、どっちに狙いを定めるか。ここに一羽と、さっきから止まってるのがこっち。西の谷行っちゃうの、これ。駒、あ、回ってくれた。これオスっぽいね。うわー、わかんない、わかりづらいとこ止まってくれたな。あー、上がった、上がった、上がった。うん、下に入って今ちょっと上に上がった。ああ、バタバタ、うん、少し、うん、あの辺に巣があるんだろう。そう、あの、上がっちゃった。これメス、ん、どっちだ。オスか、綺麗だね。上がっちゃったね。鳴いてるね。メス入ってんのかね。オスどうすんだ。そのままどっか行っちゃうのかな。どっか止まってほしいんだよな、そこで。ダメかい。
これじゃこの間と一緒になっちゃうな。大して作業もしないで入っただけで終わり。わらららら、事務所側にまた行っちゃうよこれ。裏に消えず、裏ぐらいに入るかな、どうだろう、もっと高いか、あー、すぼめたから、そっか、てっぺんがあった、あー、てっぺん、からメスが出たんだろうな。お目の近くから出たみたいです。止まる。これでオスが来れば最高なんだけどな。そんなうまい具合にはいかない。あれ、足上げちゃった？うん、右足上げちゃったよあれ。中入れちゃったよ。あ、飛ぶよ飛ぶ飛ぶ。うんち、うんちうんち、うんちうんちうんち。でも飛ぶんじゃない？うん。あれ、また片足入れちゃう？足しまっちゃったか。あ、私乗せて。まいった。やっぱ西行っちゃうね。今日はですね、もみの木には入ったんですけど、枝運び等は見れませんでした。その後西の谷を旋回し上昇し熊高は消えました。次回に期待です。最後までご視聴ありがとうございました。